実は腰振るだけで怖いくらいお腹の脂肪を落とし、太もも背中まで激痩せする方法。それでは早速仰向けで寝ながら一緒にやっていきましょう。はい、それでは早速仰向けに寝ていきます。枕などを敷いていただいて、上向きに寝た状態でまずは足を立ててください。で、そうすることによって腰痛予防になっていきます。その後に足を外に片方ずつ開いていきます。開いて開いていきます。この時にはおへその下の部分に手を置いて、ゆっくりゆっくり外に開いていきます。これで太ももの内側の筋肉がしっかりストレッチされて、骨盤の位置が整いますから、お腹の脂肪が落ちやすくなっていきます。ゆっくりゆっくり外に、無理ない範囲で。はい、では逆側も同じようにやっていきます。外に外に開いていきます。無理ない範囲でゆっくりゆっくりしていきます。骨盤の仙腸関節という部分がしっかりと動くようになってきますから、そうすると骨盤の位置しっかり整いますので、腰痛予防だったりとか、お腹の脂肪が落ちやすい状態を作り出すことができるようになります。はい、ではそのまま両方一緒に外に開いていきます。外に外に、この時にお腹に手を置いておくと、あ、筋肉動いてるなーっていうのを確認できると思います。このような刺激を入れながら脳が理解していくと、代謝を少しずつ上げてくれますので、足先があったかくなってきたなーっていうのを感じることができると思います。そうですそうです。ゆっくりゆっくり外に。はい、では足片方乗せていただいて、片足だけ外に開いていきます。外に外に、この時にもお腹に手を置いて、もう片方の手は膝をバスケをしているような感じのドリブルですね。膝をドリブルしていきます。下に下に軽く反動をつけて、伸ばして伸ばしていきます。無理なくぎゅーっと伸ばす必要ないですし、痛みが出るまでしなくて大丈夫なので、ゆっくりゆっくりです。はい、では下ろして逆側の足も同じようにドリブルしていきます。ゆっくりゆっくり伸ばして伸ばしていきます。そうすると、あ、腰の部分に効いているなーっていうのを感じながらできると思います。ゆっくりゆっくり、無理ない範囲で。そうするとお腹がキュルキュルキュルってなってきたよっていう方、うまくできている証拠なので、そのまま続けていきましょう。外に外に、はい、両膝立てていただいて、そのまま足を左右に振っていきます。左右にブラ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 振っていきましょう。この時には大きく振る必要ありませんから、左右リズムよく、あ、右の方が行きやすいなとか、行きにくいなというのを感じながらしていきます。この時には両膝をくっつけて離れないようにしていきます。そのままゆっくりゆっくり。はい、では足軽く開いていただいて、膝を内側に入れていきます。ただこの状態はですね、股関節をオペしている方や変形性股関節症の方は NG となりますので、そういう方はですね、軽く腰をですね左右に振るようにしてください。そうじゃない方は膝を内側入れていきます。膝を内側に内側に入れていきます。そうするとお尻の方の筋肉ですね、しっかり伸びていきますから、そのままゆっくりゆっくり内側に入れて腰を振っていきます。
そうです、そうです。そのまま、ゆっくり、ゆっくり。そして、お尻が下に下がっていくよという方、骨盤底筋が弱くなっていますから、続いてはですね、足上に上げていただいて、続いては自分の内側の方に、このようにドリブルをしていきます。はい。ドリブル、ドリブルしていきます。この時にも、お尻のですね、穴をキュッと締めるように、意識をしながら、上に、上に上げていくと、お尻のこの部分ですね、が伸びているなーっていうのを確認できると思います。ここの部分の筋肉はですね、座骨神経痛などの原因にもなりやすいので、しっかり伸ばしておくというのが大事になってきます。はい、では逆の足も乗せて上にドリブルです。上に上に上げていきます。体あったかくなってきたなっていう風に感じると思います。そのまま軽く軽く、こんな運動で痩せないよと思うかもしれないんですが、ただ横になるだけよりも少しだけ運動するように一緒に頑張ってみてください。毎日のコツコツの積み重ねというのが大事になっていきます。ゆっくりゆっくり上に上にやっていきます。はい。ではですね、足軽く伸ばしていただいて、そのままですね、足を外にブラブラしていきます。ブラブラ、ブラブラ。この時もお腹に手を置いていただくと、あ、お腹の筋肉動いてるなーっていうのを確認できると思いますし、足がどん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 外に開いていくようにしていくと、筋肉自体も伸びてですね、血流も上がってきますので、足のむくみの解消にもつながってきます。そのまま外に外にゆら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 していきます。はい、ではですね、そのまま足を外に開いたまま曲げて伸ばしていきます。片方ずつです。曲げて伸ばす、曲げて伸ばす。そうすると骨盤がですね、しっかり開いた状態で足の筋肉動きやすくなりますから、そのまま曲げて伸ばす、曲げて伸ばす。そうすると太ももの後ろ側の筋肉ですね、しっかり使うことができるようになりますので、このカエル足のようなですね、状態を作り出すというのが大事になってきます。しっかり、はい、では逆側もいきます。曲げて伸ばす、曲げて伸ばす。ゆっくりゆっくりやっていきます。どうですか？だいぶ汗をかいてきたりとかですね、お腹がこう下に下がってきて、腹圧というお腹の圧が上がってきたなーっていうのも感じることができると思います。ゆっくり曲げて伸ばす、曲げて伸ばす。そうです、そうです。そのまましっかり曲げて伸ばす、曲げて伸ばすをしていきます。しっかり、はい。ではですね、両方のお膝立てていただいて、腰をちょっと上げて下ろす。これやっていきます。上げて下ろす。上げて下ろす。ちょっとで大丈夫です。大きく動かす必要ないですから、上げて下ろす。この時には、お尻の穴の筋肉しっかり締めるようにしていきましょう。締めた状態で、お尻、上げて下ろす。上げて下ろす。上げて下ろす。下ろすときにはドーンと下にぶつけてですね、その反動で上に上げるような感じですね。ここもバスケの、こう、なんですか、ドリブルと同じようなイメージですね。はい。そしたらですね、そのまま、この横隔膜という部分動かしていきたいので、ちょっとだけ頭を上に上げていきましょう。上げて、下ろす。上げて、下ろす。この時にはしんどいよっていう方、首の部分に手を置いていただいて、顎を少し引くだけで大丈夫です。お尻の方を見るように、見るように上げていきます。ただこの時に大きく動かそうとすると腰痛くなる腹筋になってしまうので、しっかりおへその方を目で見るだけで大丈夫です。ゆっくり、ゆっくり上げて下ろしていきます。はい。ではですね、そのまま手をですね、まっすぐ前に出していただいて、手を横に振っていきます。横に、横に振っていきます。
そしてこの時にはですね、膝しっかり、足しっかり固定していただくと、お腹の腹斜筋という筋肉がしっかり働いてきて、お腹の脇腹の部分ですね、あ、動いてるなーとか効いてるなーっていうのを確認できると思います。そうです、そうです、あ、しっかり伸びてるなーっていうのを確認しながらやっていきましょう。はい、ではこの動きに合わせて足を逆に動かしていきます。逆に逆に動かしていきます。そうです、そうです、交互に動かして動かしていきます。無理ない範囲でやっていきましょう。ゆっくりゆっくり呼吸を整えながら、息止めないようにしていきましょう。ゆっくりゆっくりです。ゆっくりゆっくり、無理なく。はい、では両方の足上げていただいて、バタバタしていきます。ただこの時腰が痛くなるよっていう方は、手やって足やって交互で大丈夫です。できる方一緒にやっていきます。バタ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 していくことによってですね、この一日中立った姿勢が長くて足がむくむよっていう方はですね、先ほどまでのエクササイズで股関節の部分しっかり緩めることができて、足のむくみというのを上に上げることができますから、ぜひですね、この流れでやっていただくことによって、むくみの解消や便秘の解消にもつながっていきます。はい、OK です。他にも睡眠の質を上げるようなエクササイズや、室内でできる散歩も紹介してますから、ぜひ参考にしてみてください。最後までお疲れ様でした。それではまた明日、バイバーイ。